どうもちーなです。陽介です。今回は馴れ初め第2弾に対してたくさんコメントいただいたので1万回再生までいってないですが、馴れ初め第3弾を出すことにしました。馴れ初め第1と2弾は見てない人はぜひ見てくださいね。その後はこの動画もご覧ください。前回の動画の伊豆旅行が、終わった後に、1週間後くらいに僕はアメリカに、行くことになってます、いたので、そのアメリカに行く2日前に2人で会うことになりました。でその日は私は福井県夜行バス、その日は私はバスで、その日は私は夜行バスで福井県に行く予定だったんですね。その会うのは最後の、なんかそのオポチュニティがあるのは最後の日だった、チャンスがね、うん、はい。なんで会うことになったんでしょうか。7時くらいだったね、夜の時に、うん、最後やから会えないってティーナが言ってきた。ああ、そうだね。そう、もうヨシケがアメリカに行っちゃいそうだったし、私も旅行で行くところだったので会えないのって聞いた。うん、ティーナが夜行バスで行くことになってて、うん、旅行に新宿バスタからで新宿バスタに先に着いて、そこでティーナが行くまでカフェに行くか、それか家に来るか、どっちでもいいよって言ってきて、行ってきてで家に行きましたなんでかって言ったら新宿よりこっちの方が近かったし。あ、そういうことか。うん、うん、そうだね、私もそういうのを考えて。あ、そうなの。そう、どっちがいい。そうなのか。はいはい。で私は全部旅行の準備をして、あの服とか物を全部バックパックに入れて待っていった。陽介を、僕は電車で行って、なんかそんなにドキドキとかもしんかったかな、別に。私も全然普通だったかな、うん、で家に入ったら落ち着かなくて、うん、本棚見たりソファーに座ったり、なんか落ち着かなかった。なんで落ち着かなかった。だって家に来てやることないよね。やることないから、でうろちょろしていたんですけど、なんか急にティーナがなんかスキンシップしてきて、なんか急にスキンシップしてきたから、あの時は結構びっくりした。でもさ、なんか変な感じだったじゃん、雰囲気が。オルジョルずっとしてたし、それも感じ取ってたから。うん、だからちょっともう最後だし、会うのは最後やし、うん、ちょっとこうしたかったのに、うー最後。正直かなりびっくりした。ショックだった。いや、ショック、どうショック。なんで。いや、なんか日本人はあまりしないしね。いや、日本人じゃなくても死んぞ、それは。死んくね。まあでもなんかその流れでマッサージするか知らしまして、AV の流れやばい恥ずかしい。その時はもうやることないし、なんかピローファイトやるか、うん、なんか2人でいいじてるし、何するんだろうマッサージしてる時に、うん、バスのこと若干思ってたんだけど、まあ、バスは正直心の中でもう乗りたくなかった本当？まあ行くって決まってたんだけど、そう、一人だったしね。そう、一人旅だから、まあ、なんかちょっと心の中でまあ行かなくてもいいかって、まあその瞬間は楽しかったからね。うん、マッサージしとっただけやけどなでマッサージしてたら時間がどんどん過ぎてって、うん、時間やばくないってことになって、ね、慌てて荷物を持って駅まで行きました。あ、気持ちいい。よかったっす。てか時間大丈夫？何時なん？大丈夫だと思う。近いし。今何時だっけ？携帯ある？携帯ある。ああ、やばいやばいやばい。マジ？当たっちゃったでしょ、電話。早く早く。やば。やば。二人で駅までダッシュして、
もうホームに入って入った瞬間に電車が全部止まっていて、私の線が、私の方向が、もうそれは無理だわと思ってリアスケに連絡しました。で電車が止まってるって言って間に合わないっていう連絡が来て、なんかあマッサージしすぎたなと思ったし、なんかちょっと自分も責任あるで申し訳なかったなって思って、でタクシーならまだ間に合うかなと思って、一緒にタクシー乗り場に行きました。これタクシー代、ありがとう、じゃあね。で陽介が私にちょっとタクシー代を渡して受け取って渡して金好きやからでそのままなんかもう急いで行ってくださいって言ってバーって行ったんですよ。そうだね。で私タクシーの運転手と喋っていて、でタクシーの運転手はあ絶対間に合わないって言って出たのに、それは無理ですって、もう無駄なのでって言って、おりませんかって聞かれて、いや本当に無理ですかって聞いたら、はいこれは無理ですってで降りたタクシー20メートルぐらい乗って降りたでまた陽介に連絡して、えなんで戻ってきたの。タクシーの人が、運転手がもう無理って間に合わないって言った。あマジ。そう、じゃあ3000円返してよ無理だった、間に合わないって言われた。で3000円が、そうね、お金返しちゃった。正直その時は申し訳ないなって本当に思った。その時はあでも3000円返ってきたのも嬉しかったあやった帰ってきたと思った私はちょっと旅行は行けなくな、まあ一人旅だったからそんなにワクワクしてなかった。ただやることなくて旅行行こうと思ってただけだから、うん、まあ、ヨシケと一緒にマッサージとかしたり楽しかったし、まあ、別にいいかと思ったでもちょっと、まあ、やっぱり寂しかった、旅行なくなったから。ああね、うん、じゃあ飲みに行こうか。マジ、うん、終電はもうまだある。終電、いや、多分もう飲み行ったら終電が、まあ、いいじゃん、うちって終わるわ。おじゃあ飲みに行こう。そうやな。ユースケに飲みに行かないって言って、ユースケはどう思った？帰りたくなかった？どうしようかなと思った。本当に半分半分くらいやったかな。で泊まって泊まればいいって言ったからどう思った？汚い考えがあったその時。私はそんなになかった。俺もなかったよ。何その顔いや本当に飲みに行って、で終電なくなるならじゃあちょっと止めてもらって帰ろうかなって感じだったかな、うん、はい。そうだよね。素晴らしい堅実。それで飲みに行くことになりました。まあ楽しかったね。普通のバーに行って普通の会話をして、特に何もなかった、うん、で家に帰って、うん、私はよくなんか友達とかは家に泊まりに来るから、ベッドがある、ゲスト用の、うん、それを準備して2人とも横になる、別々で、私はベッド、洋介はマットレスに。別々で寝ることになったのはもう自分でも普通だと思っとった。何も思わんかった。でもめちゃめちゃモズモズしてたおやすみめっちゃモゾモゾしてて。そんなめっちゃモゾモゾしたつもりはないけど、なんか人んちなんて寝れん。しかもこれ別にめっちゃいいベッドって感じでもないじゃん。そこで何しとるのって聞いた。そこで何しとるのが何やってんのみたいな感じに聞こえて、わかる。なんだろうな、説明しにくいなこれなんでそのそっちでなんでそっちで寝てんのっていうなんか感じと、なんかいや酔っ払っとったからか知らんけど解釈がずれて、腕を引っ張って、はい、このシーンのようにしたんだ。そこじゃあ僕は今言った通りティーナがそう誘って、あそういうことかっていう、なるほどって感じで
あ、これはいいってことやなっていう。私はもう最後やから試すなら今しかないと思った。やばいか、これやばいな。出すぞ出すぞ、いいのか。いいのか。別に何を試すの、ちゃんと言えよ。スパルタん、もう Now or Never って感じだったね。あ、なるほどね。んそれだけ、まあ、入れとくか。でも俺は本当にそういうつもりはなかった。本当になかった。え、なんか付き合うつもりとかそういうのはなかった？いや、向こう次第だと思ってた。ああ、自分次第じゃなくて向こう次第だと思ってた。え、私もまあどっちがいいか分からなくて、でも付き合うなら人口がでかい方がいいと思った。努力カットしなきゃか。いや、付き合うならそういう相性もないとね、うまくいかないというロマンチックな気持ちにならんじゃん。ロマンチックというかね、ロマンチックじゃないわ、エッチな。で、翌日は、起きてから2人でランチ食べに行って、で、僕は英会話があったんで英会話に行って、で、その次の日にアメリカに僕は行きました。私はその日は、まあ、ヨシキの態度が変わるかどうかめっちゃ気になってた。そうなの、次の日ってこと、うんうん、ああ、そんな変わってなかった。変わってなかったから、あ、いいなと思った。他にはまあ、これは続くかどうか気になってたね。ああ、なるほど。あと、アメリカ行くしどうなるんだろうなって気になってた。僕は告白したわけじゃないし、したけどアクシデントみたいな感じなのかなっていう、なんていうかな、いや、だってどう思ってるか聞いてないから。ああ、何も。ああ、だからどうなるんやろうなっていう感じだった。でも気分はめっちゃワクワクしとった。だってね。やめるか。だってね。だってね、なかなかない経験っていうか。まあね、アメリカに行ってほしくなかった。え、そう、ワクワクしとったらアメリカに行ったのがワクワクしとったってね。え、俺が言ったのはさ、そのそういうことしたその次の日ね、の話を。アメリカに行くのがワクワクしとったわけじゃないよ。わかるの？あ、わかんの、うん、なるほど。なるほどって何？そうね、男が上がったって感じ。経験値アップ、達成感があった。達成感があったね。こんな感じで付き合うことになりました。はい、今は1年ぐらい続いてますね。そうですね、もう少しで、出会った時から、あ、今日出会った日や。マジ？今日はニバスリア。あ、違う違う違う、付き合ってない。プレゼント。違う、付き合ってないから。あの時付き合ってないから、会っただけやから。アニバーサリーはいつかよく分かりません。よっしゃ、危ねえ。はい、もしこのストーリーが、面白いと思ってくれた方はぜひチャンネル登録とコメントといいねお願いします。バイバイ。